です。おはようございます。音量どうですかね。音割れたり小さすぎたりしませんかね。放送頻度というか走る頻度が、そばなさんいらっしゃいませ。走る頻度がちっちゃい、走る頻度が減ってただけです。音量大丈夫ですかね。ありがとうございます。寒い、うん、ご無沙汰です。あ、コートさん、おはようございます。ん、懲役、体力の衰えか、なるほど。いいよっと、よし、準備できました。前はここはハチ公線沿いに来て、夜こっち側に到着したことありますね。で、そこのセーブオンで前あったかいもん買って、ポッカレモンかなんか買って、うわ風が、ポッカレモンかなんか買って放送終わってから宿探したんですよね。あ、町会議はやってるらしいけど知らないです。うん、ガーミン使ってます。イートレックス30。そうそう、あの東口です。あのラビがある方。うん。町会議はそもそも物理的なイベントなんでしたっけ、あれは。物理イベントで人が行くとこな、人が行くんでしたっけ。で、ここから抜け出すには。あ、泊まるのは今日は、ですね、ドアイっていう有名な駅の近くです。ドアイ。正確に言うと水上駅かな。何日ぶり？ 3 月10日ぶりだから、1ヶ月20日ぶりぐらいですか？かなりドバイ。ドンファンさん、おはようございます。さて乗るか。自転車またがるのもですね、これが1ヶ月20日ぶり、1ヶ月半ぶりぐらいかな。ですよ。軸食える。食う。さあ。やった。うん。階段の、そうそう。ただ、ドアイ駅は上から見学するだけにしようかなと思ってます。ドアイ駅の近くの水上ってとこに泊まって、ユースホステルがそこにあるんですよ。で、山陰、ああ、北陸の方に行こうかなと思ってます。最終的には。泊はとりあえず2泊、2泊して一旦帰って、仕事で、あの仕事の動画ばかりするんです。仕事2日間やって、その後5連休かな。電車は全然混んでなかった。あ、いや、高崎近くでは八甲線ちょっと混んでましたね。混んでるって言っても立ってる人がちょっといるぐらい。時間かかるのは、さ、差し入れですか。差し入れか。小さい甘いものなんかがいいですかね。小さく甘いもの。今日は睡眠時間はどうかな。電車の中でどれぐらい取れたか。あ、電車じゃないや、途中汽車だった。ん、今日は何が残念。あ、やっぱ風強いな。雲の動きが早い。おはようございます。自炊装備を持ってきました。で、野宿装備は持ってきてないです。温泉まんじゅう、あ、いいですねって。温泉まんじゅう冷やさずに持ってくるのは難しいな。SKPOX さんだと RX3 かな、クロスバイクですね。で、私の方は実はあのマウンテンバイクに戻りたくなってます。そう、八甲線経由で鈍行できました。2000円弱、4km。 あ、しまった。どっかで左回ろう。実際配信やるかどうかちょっと分かんないですけどね。そう、サスが恋しいんです、本当に。これ行けるのかな。マウンテンのですね、サスペンションと、あと26インチタイヤが懐かしいというか、フローダー。いや、今狙ってるのは、メリダとかのマウンテンバイクです。連休、私は飛び石連休ですけどね。あ、ありがとうございます。頑張ってください。17号に向かいます。でもメインはサスですね。サス29インチだと今との 700C とほぼ同じで、クロスじゃなくてマウンテンバイクって言ってるのは、まずあのサスペンションがない、前サスペンション前提の
あの立ち漕ぎを私はしてたらしいんですよ。我々っていうのだ。これまでさあの峠登るときにクロスバイクになってから全然ダンシングできなくなって、だからきっとサスペンションのせい、サスペンションがないせいだろうというのと、あと 700C のホイールがですね、反対に向かってるのは何だ、太陽の向きからしても北に向かってるから合ってるはずだけどな。さす黒森か。なんで逆なんだこれが。とりあえず予定ルートは作って、惑星図に書いてます。ビッグバンマグナム号復活も考えたんですけどね、溶接だけじゃなくてサイト層とかいろいろありそうで面倒そうでというのと、パーツもだいぶ老朽化してましたからね。だったらどのぐらいかな、7、8万とか10万とか出してマウンテンバイクを買ってディスクブレーキも使ってみたいなのがいいかなと思ってはいるんですけど、まだ決めてないです。キャリア用のラブ穴が、ただできるだけ裏道で行こうと思ってます。あと利根川サイクリングロードを通っていきます。途中ちょっとだけ右折失敗ですか。この間行った印旛沼あたりの、あそうだ、東武野田線のあたりはちょっとイベント少なすぎて失敗というか値段少なかったなとは思いましたね。別に東武野田線が嫌いなんじゃないですけど、なんか面白いことが起きるのをいつも期待して走ってるんで、それが少ないとちょっと残念に思いますね。あれ、1ヶ月、そう、もうでも新緑ですよね、今は。波動さんは遠いな。私は電車で3時間あの列車に乗ってやってきましたから。そう、自然体で、自然体で。こういう感じの歩道はいいな。ありがとうございます。ああいうスタイルのアップ方法っていうのは、忍者スレイヤーの話ばかり。忍者スレイヤーを読み進めるにつれて、だんだん上っ面の面白さ以外のところも面白くなってきました。天気、天気は今日良さそうですね。予報によっちゃ曇りのところもあるんですけど、クロスバイクやめた方がいいとかそういうわけではなくて、私のアニソンですか。アニソンは何があったっけ。だから真面目に考えると止まってしまう頭が。この道ちょっと車多いですね。気に入った。見た目も重要って言いますね。アクシデント、いや悪い方のイベントだけじゃなくてもいいです。面白いイベントがあったっていいじゃないですか。小田原か、前行きましたけどね。かまぼこ、この自転車にサスはつけられることはつけられるんでしょうけどね。だからホイールの話なんですよ。ホイールがこのサイズだとハンドルを細かく曲がろうと思ってハンドルを深く切るとつま先がホイールに当たるんですよ。この間玉作りっていうところで立ちこけしたのもこのホイールがでかいせいでつま先に当たって作るんだんですよ。なので26インチがいい、ツーナイナーよりも。月曜日、そうですね、土日月です。まずはそこで一旦直江津あたりまで行って帰ってきて、で2日働いた後にまた直江津まで電車で移動して、いらっしゃいませ。輪行は今日もやってます。ただ輪行中電車の中とか人が多くていろんな人が映ってしまうんで、あんまり電車の中の配信はしないですけどね。原付、あれは原付現場に置いてたんですよね。
私も駐輪場に置いとけたらその方が楽なんだけどな。しかも後半はキャンプ装備持っていこうと思ってるし。おはようございます。おはようございます。プリント前寄りにあれかな、あの STD 靴の方ですかね。今日は上越線沿いになりますね。大体そうですね、後半ずっと上越線沿いです。そう、配信1ヶ月半ぶりです。というか自転車乗るのが1ヶ月半ぶりです。何すればいいですかって。気温はですね、空気はそこそこ冷たくはないけど涼しいんですよね。だから今走るにはかなり、どっち方面、いや私地理は基本的に地図上で調べて持ってきてるだけなんで頭の中にあまり入ってないです。そうそう、パスタあります。ギア7段、あ段数はもうだいたい7段でも10段でも私はどれでもいいかなと思ってますけどね。忙しそう。そうかな。自転車に乗らないで何乗ってたんですか。そういう時にあの下ネタをさらっと言えないのが体力多分落ちてるでしょうね。でももともとそんな頻繁に乗ってないしな。忙しそうですか。ちょっとレンズ曇り気味なのがずっと直ってないんですよ。あと5倍、酸欠、うん、まあ私はそのニコニコのイベントかどうかとか関係なしに、まあまあそれでいいか。 あれですね、ジュニアのあれですねいや私はイベントどころか自分の自転車旅行以外のことには何にも首突っ込んでないですからね。そう、高崎この道ちょっと太すぎますね。もうちょっと細くていいな。車が来ないとこがいいな。朝飯はごぼ天うどん、さっき高崎駅構内で食ってきました。いつもそこのうどん屋で食ってるな、高崎来た時に。早くて手軽なので。今朝は何時起きですか。今朝は4時50分起きです。で5時21分のに乗って8時26分に着きました。お刺身ですか、うん、んうどん屋、彼女、あ、しまった、写真一枚も撮ってない、写真やった。ちょっと向かい風ですね、北風か。朝がゆですか。弁当でかゆって起きる時間は今日は4時間ね、4時間睡眠ぐらいでしたね。ちょっと風強い、はい、ミラーレスがピントどうだろう。これはですねソニーの RX100 ってカメラです。実はつい最近買いました。あのサインピクス F30、ファインフィックス F30 っていう昔使ってた機種がですね、当時にしてはものすごく細かく映ったんですよ。あの解像感が高くて買いました。でパワーショット置いてきました。あのパワーショットは2年使ってますけどね。で未だにケースとかが慣れてなくて取り出しがもたつく、取り出しもたつくと面倒くさくて持ち、あの取り出したくなくなる。左に曲がると女子校、あっとカメラ、はい、あ逆ですね、まあいいや。メリダインドストリアル、なんとかインドストリアルって3文字だとオムラって聞こえるな。今日は電波大体あると思います。このカメラもですね、あのコンパクトカメラのサイズにしてはめちゃくちゃ高精細に映るんですよ。実際中山駅前であのファインピックスじゃないや、パワーショットと取り比べたらびっくりするほど解像感が違いました。ただこれ素子サイズがあの CCD かな、 CMOS だっけのサイズがでかくて、普通でかければ、それがでかければでかいほどいいんですけど、あ延長、そうですね。ただマクロで撮るとピントがあまりにもあのスポットすぎて、さっきも
駅でその食べたうどん写真撮るときにやたらそのピント気にしなきゃいけなかった。なんか私はピンホールカメラとかの方が似合ってるのかもしれない。そんなフォーカス気にしてられないよっていう。ん、何が進んでる。風切り。あ、そうですか。今日は結構すると思うけどな。これ本当に一番の、あ、ボケですね。ただそれが私はあの食べ物撮影するときにもそのピントの位置気にしなきゃいけなくて割とめんどくさい。うん、自動無線をさっきオンにしました。ありがとうございます。ただまあ10時になったらまたあの延長失敗詐欺になるかもしれないんで、その時にまた警告します。とりあえず利根川サイクリングロードまで行かないと心が休まらない。アートな、うん、ん？置いておいて。よっ。これ、国道外したつもりだったんだけど、車多いですね。あ、ここから本当に国道か。ん？まともに、あ、しまった。これじゃあ、渡れないか。時速20キロ超えぐらいですね。いや、速くないですよ。でもあの速くないアピールもいい加減うっとうしいですよね。これあまり言うと。何が自転車乗ってる人が。ちょっとこの歩道の中をしばらく移動させてください。向こうに渡りたい。おお、芝桜間に合うかな。嘘からいらっしゃいます。嘘つけ、嘘つけは嘘こけとか嘘言えとかもありますよね。嘘言えは大泉さんが言ってたのしか覚えてないな。ん、今のは先頭車両がちょっとぼやっとしてたんですかね。ぼやっとぼさっと。ここからも国道沿いにずっと行って、で、あ、こんにちは。あ、いや、見たことないです。あれって関東の方でやってるんでしたっけ。おにぎり温めますか。どういう内容なのか全然知らないんですよ。お、伊香保温泉はどこになるんだっけ。あれって結構山の方でしたよね。ん、今日はまだ長袖です。ただ半袖を持ってきました。あ、やってます。知らなかった。グルメ旅、そうだったのか。知らんかった。うん、トブク TBC だっけ、テレビ局の名前。みなかみのです。あ、なんか低かった。みなかみ町のなんとかって温泉です。みなかみ駅の近くの温泉。何温泉って言うんでしたっけあれ。あ、グルメ番組やってたんだ。ん、玉村生駒醤油。そのまげ、あ、そうそう、これですね。出っ張ってるのはこの放送してるウェブカメラの方じゃなくて GoPro っていうビデオカメラの方です。だから旗から見ると結構な格好ですよこれは。で、今日は GoPro3 の方です。伊香保、あ、春菜さんですか。あ、草津寄りの方ですね。草津の方とは言わないけど西の方ですよね。で、今日 GoPro3 はファームウェアアップしてるんで、ん、どれを見てる。ファームアップしてきたんで、例のあの充電が追いつかずに途中で切れてしまうっていうあの現象が再現するかどうかのテストもやってます今。うん、歩道に、この歩道は狭いな。まあ人が歩いてなきゃいいんですけどね。でも確かに車道も狭い。私は自分の安全もあれだけど、ん？あ、バッテリーいっぱい持ってきてます。
自分の安全も大事だけど、人に危害を加えてその結果責任を取ることになった時のことを考えると、それも恐ろしいですよね。で、確か今私があのチームキープレフトっていうんで入ってる保険は、対人だっけ対物だっけ、いいか、そのあたり曖昧しちゃいけないですね。とりあえず大体入ってる保険だと思って加入してるんですけど、どっからどこまでが入ってるんだっけ。なのでチームキープレフトのカード持ってきてます。あ、しました。そう、自転車保険最近ちょっとまた盛り上がるってわけじゃないけど、コンビニで扱ったりしてますよね。コスチュームってなんだあれ、本 DVD コスチューム、うん、あ、セブンのあれも結構いいんでしたっけ。運用でしちゃったで、サンカルですかね。スポーツ保険っていうのはなんかボンデージな感じでしたね。月額あれいくらだっけ、年額だったと思いますけどね。時短交渉付き、時短交渉やってくれるのか、やってくれるというか、あれか、普通の保険は時短交渉やる分には降りないってことか、うん、あ、代理交渉、おはようございます。でも代理交渉も相手から見るとな感じ悪いですよね。まあそんなことも言ってられるのかな、お金が動く話だと。思ったより風強いな今日は。お、いらっしゃいませ。ここは私の家の遠くです。ほんまに、うん、ただ自転車本体壊れて保証までは別にいいですけどね。買い替えるチャンスじゃないですか、買い替えるチャンス。あ、車つけてないです。あの過剰に宣伝しようとするといろいろ弊害があるんで。 あ、JC さん画質、あの帯域が狭くなった時と、あともともとあのウェブカメラが曇ってるのがあるんですよね。まあ私の方はあのビデオカメラの方でも撮ってるんで、そっちで綺麗に撮れてるから最近あまり気にしてない。放送のなんか重要度が、現在地は自動では出ないんですけど、数ヶ月休みは家であの思いっきりあのじっとしてました。全力でじっとしてました。あ、見えます？でも曇ってはいますよね。あとマシンも非力だからエンコードパワー的に、あ、洗車機が最近全然やってないんですよ。洗車ゲームいきなりパッタリやらなくなってしまいました。冬眠、あ、冬眠、うん、冬眠行く。え、白っぽくないですか、あれおかしいな。でも多分他の放送と比べると曇ってるの分かると思うんですけどね。シンクバタリアン振る、せめてバトルシティって言えよ。バトルシティはファミコンの方ですね確か。直進物に、あ、家でじっとしてるんですね。バトルシティ、あの、なんだっけ、ナチの鷹の、ま、ナチだっけ、あれ鷹のマークの面とかありましたね。ただ私は戦車系だとナムコでアサルトの方が好きでしたけどね。ん？な、あ、ゲームはあの、あれですね。本拠地のその旗だったっけ？なんかのマークが敵に一発でも撃たれるとおしまいですね。
でかい。そうです。あ、ですかね。そう、回転拡大縮小システム2。何がつらい。シェアサーバー、シェアサーバーなんだろう。あ、Cサーバーか。あ、そうそう。サウスイーストアジアサーバーでやってましたけど、最近本当に全くログインすらしてないんですよ。1ヶ月ぐらい。なんか一向にうまくならないからだったのかな。あー、風が。これ川沿いでたらもっと風が強いな。うん、そうそう、動画アップしましたね、いろいろと。あ、これ録画してます。あと GoPro がいつ止まるかわからない。これ充電しながらバッテリーが切れてしまうんで。あら、どんだけ久しぶりですか。1年ぶりです。1年前ですよ、買ったのは。車多いな。まあ今日は後半はそんなに良くないと思います。車去年のゴールデンウィークに淡路島で、あれ？ゴールデンウィークだったっけ？淡路島、結婚か。これは、あ、ゴールデンウィークだからって言ってね。まだ、あ、もう半分来てるな。ダイオールバッテリー GoPro に繋いでて、これなんですよ。本体だけだと2時間ぐらいで、で外部給電しながらだと、前の GoPro 使ってた GoPro Hero 2はあって、今持ってきてますけどね、 Hero 2の方だと、その本当に外部バッテリーが切れて本体が切れてしないと終わらなかったんですけど、 GoPro 3のブラックエディションは充電が足りないのか、本体だけの時よりは2倍持つけども、やっぱり切れてしまう。で、2アンペア給電ができるバッテリー使っても一緒でした。だからどうも根本的に、あの、充電しながら動かすと徐々にバッテリーが切れていってしまうみたいです。私のモデル、あの、私の持ってるやつだと、私の個体だと。ん？人待ち？あ、そうだ、忘れてた。今ここ出てますよね、自転車で。そう、お、前のより安いです。あの、Android 配信だと自転車発電で本当にある程度、あ、 OK ですね、ありがとうございます。 Android 配信だと自転車発電でも結構いけるかもしれないですけど、 GoPro 3は私が買った時いくらだったっけ、3万かそこらじゃなかったかな。GoPro 3も、あの、映像はすごく綺麗なんで、色はおかしいんですけどね、若干。私の大好きな、あの、高解像度で撮れるので、同じ解像度設定でも明らかに GoPro 3の方が、あの、くっきり撮れてる。だけどもいろいろと問題が、ファームアップでそのあたり改善してりゃいいんですけどね。カメラ出てますね。ビクターだっけ、あれ JBC のアディクソンとソニーの AS15 と、なんだっけ、アイオン長時間自転車、あー、どうなんだろう。あ、何ケーブル、ケーブルは何の話ですか。本土市、サスキと本土市か。あ、これ前橋街道って言うんですね。あ、前橋市だ。タイヤは32インチです。お、あれはメリダじゃないか、あの色は。ロゴもメリダに見えた。
ああ、しまった。まさか本当にもう燃焼できてないかな。コメントも来てないから本当にうまくいかなかったか。いや、来てる来てる。お待ちください。またアップルのアップデートが落としいな。もうちょいお待ちください。あ、そもそも何もす、うちの放送だけかと思ってた。もうちょい、もうちょい。ちょっと、よし。よし、来た。よし、OK。うん。いや、大丈夫です。ピロード、ね、が、い、ますと。あ、下江橋駅。前橋駅行ったことないな。世話のやけんやっちゃ。世話の。よし。そういや、今日は一人です。前橋がどうたら、ん？なんだっけ？前橋は行ったことないっていう話かな。新前橋駅が近くにあるということでしたけど、行ったことないです。うん。30分経過で、ツールの方が判定間違うんですよ。すっかり忘れてたな、警告するとか言っときながら。そう、いつもこうなります、私の配信だと。だいたい確率半分以上ですよね、これが起きるのは。ロード、あ、そうです、そうです。あのメリダっぽい自転車のロードの人でしたよね。さっきのお姉さん、どこ、どこに抜ける。あ、みなかみからですね、林口で山越えようかと思って。そうそう、ツール見直そうとかなんとか言ってたのも忘れてるな。あ、でも今日は空気が涼しくて、日がよく照ってるんで、かなりいい感じの天候です、サイクリングには。そう、あの林口で私が行こうとしてる R、 あの17号の方は国道は山で切れてるんですよ。そこから先は有料道路、高速道路か鉄道で行かなきゃいけないんで、で、その私は途切れてる R17 っていうのになんか引かれてしまって、あと輸送してるもあるし、自転車、そう、私は自転車の中の旅行するのが好きなんですよね。自転車を使った旅行が大好きでございます。だから深刻な、あ、獣道、獣道、獣道は好きですが、でも本格的なダートは苦手なんですよね。マウンテンバイク乗ってた時もダートは結構苦手でした。今まで一番ひどい目にあったのは大だるみ峠の長野側かな。うわ、虫が入った耳に出てった。ドアイ駅で降りるかどうかちょっと考えてます。あ、何の可能性が。明日朝ですね、水上から出て、ドアイの手前に指沿って駅から輪行で越えてしまおうと思ってるんですけど、その前にドアイ駅のひどい階段を見学しに行って、また戻ってきてから列車乗ろうかなと思ってますけどね。輪行袋は、まあ、10分あれば大丈夫です。耳の奥に耳にブブーって言って入って、あとプインって言って逃げていきました。耳の中だから出ていたのがよく聞こえる。座ってる人はあれか、
看板ホルダーですね、あの人は。だいたい分譲住宅のなんとかっていうのはしてますよね。あ、そうそう、10分でキャリアの取り付け方法とかできるだけ簡単にできるように工夫してるので、その分若干時間が稼げます。あ、そうそう、住宅展示場だ、そうですね。私ら、そうそう、食べますか。もう喉の奥に入ってしまったら諦めます。諦めて摂取します。看板持ち、予備チューブは1本だけです。あと基本的に修理して予備チューブに変えない人間なので、だいたいチューブは交換しろって言われますけどね。こんにちは。うん、ちゃんとかん、あれかな、なんか旅の途中で潜水艦乗ることになって脱出しなきゃいけない時とかですかね。今なんか漁場っぽいこと考えたけどあんまり結びつかなかったな。あー、ハレースイッチありましたね。私はリアルタイムじゃないけど。お、いらっしゃいませ。前橋駅、じゃあちょっと見ていきますかね。新前橋駅、あ、割とローカルな感じのとこだな。なんか新がつくと大体新幹線の駅ってイメージがあるんですけど、そうではないんですね。ん？子供の、ああ、自転車の、なんていうか、素材の進化みたいな話ですかね。ん？前橋のグリーンドーム。これですね。ということは旧前橋駅もどっかあるんですよね、きっと。上の方であれ何やってるのかな。米印前橋駅にも新幹線は止まりません。前橋駅にも、新前橋と前橋でどういう関係なんですかね。ネルフ本部とんがってるから、そんだけでシュッとしてますね。シュッとで、上のところがあそこホームというか改札になってるんですね。電波になる。東京の新橋とは多分、ああ、なるほど、新前橋で、前にいたら新橋ってことですね。いい駅、あれが群馬の合掌造り、首都しとる。合掌造り、これも多分モデルがあるんですかね。多分ですかねって言い方おかしいな。高崎の前橋は、なんだっけ、県庁所在地がチェインジーのあの歌のネタはここだったっけ。面白いですか。どれが。サイクリング的には今のところそれほどまだイベントが起きてないな。まだ面白さ足りないです。あ、いかん、これ逆走というか、なんかどう走ったらいいやら。今日は温泉郷のところの宿予想してるなんですけど、多分宿の外でお風呂入ってくることになるんじゃないかな。だいたい温泉地の宿っていうのは、温泉地の予想してるとかライダーハウスっていうのは割引券を売ってくれて外で入ってくるっていうパターンが多いです。もちろん宿の中で入ってもいいんですけど、大体みんな外の温泉入りに行きますね。さっきリポンなんだっけ、おいしんぼだっけ。あそこのですね、あそこの信号機に音楽装置付きって書いてあります。音楽装置、音楽装置ついてるけど鳴りませんね。あと音楽装置って蓋がかかってる丸いのが音楽装置かと思ったら、あれでっかい直進信号だ。直進信号、あ、直進信号じゃない、パンクですか。本当にパンク久しくしてないですね。何を戦うんだ。戦う、どうして仲良くなくなったの。仲良くなくなった、高崎の前橋のことですか。結構市区町村のライバル意識みたいなのありますよね。旅橋、ありがとうございます。私は旅が楽しいので、それを皆さんに分かっていただいた上で、皆さんも自転車旅行してくださいっていうことです。この配信の趣旨は、やれ、
浦和と大宮か。あ、浦和もなんかいっぱいあってどれがどれだかわからないです。浦和多すぎます。東とか南とか。たび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 か。うん、あ、長野松本も確かに近いですね。私もなんか観光した旅行した先って意味だと松本の方のイメージしか残ってないな。長野は、長野は関ヶ原だっけ。あそこはあの古戦場何でしたっけ。あそこのは関ヶ原でいいんでしたっけ。しかもサイクリングを始めた初期の頃に行ったっきりだな、長野駅近くは。あ、いや、あ、川中島か。あそこ川中島ですね。そうそうそう、目的地までは今日60キロぐらいですね。あ、そう、長野駅よく考えたら岡山と広島、東、あの新潟方面の東久引に会社の中でサイクリング行った時の起点として2回使ってるな、長野駅。長野駅からあれ何高原だったかな、60キロ、まあ60キロぐらいだったら、ああ、ソースガイズ、あ、いらっしゃいませ。配信も1ヶ月3ぶりです。さて、もうそろそろ川に出られる。やっとこさ。お、いらっしゃいませ。九州の中で戦ってるの知らないな。博多は多分一番ですよね。博多はトップに君臨してますよね。ライバルっぽいし、あの市区町村ってあったっけ、福岡で。もうすぐ、もうすぐ、うん、川沿い10キロぐらい北上します。うん、黒田観音上、そうそう、修羅の国として最近なんかやたらあの群馬と福岡は熱帯されてますよね。ん、黒田観音上どこだろう。ああ、田川ってあったな。田川、真剣ゼミの採点バイトした時になんか田川、田川高校かなんか見た覚えがある。ん、北九州、何だっけ。ちょっとすいません、コメントがもうだいぶ今日反応できてないな。トンボ屋いいな、トンボ屋。私トンボ好きなんで。この自転車もあの糸トンボ号っていう自分でもよく覚えてない名前つけてるんで。赤ペン先生ではない方ですね。一斉にやるやつです、トンボ屋。あの鉛筆のトンボとそっくりですね。オリジナルポイントショップ、あ、そうそう、採点バイトやってたことあります。あとですね、確かその同じ福武書店絡みでプリンターに印刷された文字をコンピューターに入力し直すっていうバイトやったことがあります。今考えると屈辱的だ。そんなの人間の仕事じゃない、人間の仕事じゃない以前にそんな無駄なことやってられるか。鉛筆、あ、シャーペンがどうとかいう話か。やっと声出た。今利根川です。利根川、どっから降りたらいいんだこれ。あ、そっか、ミートさんは、そうそう、人間スキャナー三菱、あ、そういえばそうなのか。確かにそう言われるとそんな感じがするな。三菱関係ない感じですよね、電気の三菱とは。利根川自転車道、よっよっと。カッパンってどういうやつなんでしたっけ。この先交差点自転車に注意。これなんか絵的に絵と文字が一致してないですね。あ、いや待てよ、これ車も入るってことか。いや車入らないよな、この道。水上温泉ですかね、あそこは。水上駅の近くの温泉地です。
温泉地名がいまいち。ガリバンか、あの黒いベタベタしたやつのやるやつか。これは利根川。あの金は命より重いとか言った人の利根川でしたっけ。よし、やっと車来なくなった。観光、ああなるほど。母体自転車道です。シャンプーに、あ、私は結構気をつけてないとフケが出る人間なんで。いや、電波、今日は電波いけるはずですけどね。いや、さっき途中まで何話してたっけ。よし、あ、もう休憩地もありますね。休憩ほい、休憩できるところも。あ、月島で、こっちはちょっと遊歩道か。今日は5時ぐらいには着きたいですね、後に。あ、止まります。香川。なんか結構整備されてますね。あ、フラグに。まあ街中でもないとこはないですね。あ、そうか、フケの話だ。私は今オクトっていうシャンプー使ってます。リンスは昔から使ったことないんですよ。いや、結構止まる可能性はありますね。あ、まあ、で、大体毎日頭洗ってますね。おお、おお、とっとっとっと、いかにちゃんと前見とかないと。おお、見えますか、あの山。あの山どれだ。萩原、ああ、ちょっと私はその辺りは全然。ですね、山、あれ、山のやつどこ行ったっけ。 AR 山100 1000個。ちょっとあそこの山の名前確認したいので。そうそう、奥と。よいしょ、民家に、まあ民家というか、あれは白根山か。あっちに見えてるの白根山ですかね。ああ、荒すぎ。いや、こっちか。距離。あ、これか。一番近いのは赤城山か。ダメだな、 AR 山だと。あ、あっちが水上方面ですかね。よ、嫁さん、場近い、あれですか。あれなんですかね、ホテルにしちゃでかすぎるような。通信施設もついてるし。あ、自民党って書いてある。自民党だ、自民党のアジトですね、あれは。自民党アジト、あ、あれ県庁。自民党って書いてある建物は手前の方だけか。山で言うと、あ、いや、赤城山で合ってますね、方角的に。赤城山ですよ、あれ。よいしょ、あれ県庁か、バベルの。よいしょ、赤城山ですね、ありゃ。バッチリ写真撮っとこう。よ、県庁と赤城山。あ、ここあれ、赤城山ですかね、山ですかね。私赤城山だと思ってました。赤城の山も今宵限りとか言うじゃないですか。手元ネタ知らないんですよ、私は。あ、あとドームがありますね、あそこ。あれは 何ドームですか。群馬ドームですか。いや、とあそこにドーム施設が結構でかいのがありますよ。
さやかちゃんが濁り始めた公園にいない。何の話。建物の手前の方にあれ自民党って書いてありますけどね。ランダムでできそう。自民党なのか自民党の直轄地だったか。やった。そんな県なんて自民党しかいないしな。そうなのか。ししなんで今順位が。よっ。おお。あ、中曽根さんはこちら、こっちなのか。で、何十年前だっけ、中曽根さんって。福大地族、これは富士の藤棚みたいな感じだけど、富士生えてないな。赤城って、その少し西側が水上方面ですね。赤城と行くとガリガリ君食べたくなる。あ、ガリガリ君。おはようございます。マラソンに、なんで。あ、グリーンドーム前橋ですか、あれ。グリーンドーム、バトルドームってなんだっけ。おお、ええー。そうそう、赤城山ミサイルで。あと、円高とかドリアスとか。ん？田中角栄は、名前は知ってるけど。あ、頭文字で。電波安定してきました、ね。頭文字 D。あれはクロスか？クロスだよな、きっと。グリーンドームですね、あれは。群馬出身。実は東京生まれ、東京育ち。ん？群馬出身。何声？野球の方ですかね、今のは。結構この道は細かいアップダウン多いな。あ、あれ違うか。ごめん。小渕。なんでか今頭の中にモーターって出てきたな。それ真渕か。浮かれたら抜かれたら、いや全然。あの人普通のおじさんに見えるけど、あのペースを維持して走ってますね。うん、まあ、道はちょっと風があるけど、ちゃんと整備されてますね。多摩川とかよりも結構、あの、こっちの方が綺麗に整備されてる。前橋競輪本日開催。よっと。ほら、またアップダウン。見せしめて、なんかそれは、あの、金栗ステンゾみたいな、微妙に日本語が混じってる。風が、あ、修験さんいらっしゃいませ。喋ってる声も聞こえるし、読み上げ、そうそうカチカチしてます。読み上げも周りに聞こえてます。アメリカ製の電動っていうのは、あのアシスト比率が高いやつなのかな。ん、何好き。のびちゃんがのぼりで追いつけないなんて、やつは結構やるな。結構やりおる。わ、こっち久しぶりですね。そっか。そう、1ヶ月3ぶりです。競輪選手は足見たら分かりますよね。ん、走り後ろの SQS のSQS。風が40、それは競輪用のあれじゃないかな。競輪パスだっけ。川に落ちましたね前回。お、今のビアンキだ。意外とアップダウンしますね。はい、ああ、そういえば
自転車旅行小説というか、自転車旅行の方が本当はメインじゃないんだろうけど、男たちは鍛えっていう小説で、主人公のおっさんが橋を渡る時のアップダウンが上りだと思ってた人が、山で本当の峠を登る時の苦しさっていうのが見事に紙面に文字で表現されてましたね。1時間延長しました。そもそもバイクだって一般道80キロはダメでしょ。一般道バイク80キロ、30キロですよね。バイクは原付か。赤城山もよく見えるな。どんな感じで老下してたの？どんな感じで、その橋登ったり寄りたりのアップダウンっていうのは、今までは坂道だと思ってたけども、あんなのはそのピッチャーマウンドみたいなものだったんだみたいな表現されてました。本当にペースが、風が吹いてもペース落ちてないな。平均1日平均すると10キロぐらいになってしまいます。そうそう、ピッチャーマウンド、まさに勢いで登れるとこですからね。今本当に風が強いです。ちょっとお茶。あそこからの吹き下ろしですか。そうそう、確かの孤独のグルメの漫画の方にも、焼きまんじゅうの回はこれがなんとかおろすかみたいなシーンがありましたね。ふう、今のところではどこにかかってたんだ。延長は一応確認します。よいしょ、ちょうどよかった。イベントありがとうございます。いつも助かります。延長できてますね。今度は大丈夫なはず。あとフォーカスがオートフォーカスになってないかどうか気になってたのが、延長来てますね。フォーカスも OK。 よし、風が良くない。そう、走ってなくても今向かい風で、風うるさいよ。ちょっと黙れ。蜂蜜か。水筒に入れるやつは、甘いやつは洗うのがめんどくさくて入れないんですけどね、普段は。でも最近水筒が1個どこか行ってしまって、今回は持ってきておりません。ご飯どうしようかな。昼ご飯はまだ決めてないです。まあ今日はずっと民家というか市街地なんで。おはようございます。そう、スピードにちょっとでもこだわったら負けという、もう半分脅迫観念みたいになってるんで。向かい風は報われないですからね。ソリの水筒ってどうなんだっけ。私はサーモスのホームボトルです。風が強いと、そうですね、この風だとどこか風よけできるところないとできないな。伊香本線は、なんだっけ、春名山の方だってことでしたね。春名山と赤城山がそれぞれ西と東側にありますよね。春名山見えてるのかな、これ。フォローのですね、何かしら名物あるはず。何かしら、そうですね、焼きまんじゅうはもう弁食べたいな。富岡方面で前食べたけど、その辺はスキーでした、行ったことないな。そうそう、今回行くところは焼きまんじゅういいですよね。左側、あっちの方かな。春名さんって、てっぺんが、一人です。てっぺんカルデラ湖みたいなのがあって、その中にまた山が一個ありますよね。春名さん、
風速5メートルぐらいありそうですね。この分だとあんまり時間的にゆっくりできないかな。ペースが落ちますからね。そう、だるま弁当も売ってましたよ、高崎駅で。買おうかなと思ったけど、もう4回目ぐらいになるからいいかなと思って。何がある？あ、犬小屋。焼きまんじゅうは甘いよ。焼きまんじゅうはあれ、パンに甘い味噌つけて食うような感じですよね。パンというか、まんじゅうの皮というか。また仲悪いようですか。鶏A の鶏飯か。あ、前確かそれも食いましたよ。確か鶏飯も高崎駅で食ったんだっけ。ん、何が楽しめない？手前に味噌、手前味噌。教習所かな。さっき教習所ありましたね。私は焼きまんじゅう好きなんですよ、あれ。あの、甘い味噌なのかな、あれって。ご用弁当。トリエイだったか名前忘れたんですけど、なんか松とか梅みたいなのがありましたよね、グレードが。ああ、冷えたら確かに美味しくないかもしれないな。食ったことないけど。右利根川です。風が強くて有名だよ。そう、赤城おろし、これなんですかね、今吹いてんの。赤城山。よりこってり豚骨ラーメン食べようぜ。豚骨ラーメンか。私は最近またあの体重増えてきてるから。あ、でもまた久しくかかってない体重。一月前ぐらいは64キロぐらいあったんですよね。60キロに戻したいな。今イントネーションおかしかった。60キロに戻したいな。豚骨はうまいのない。私は豚骨の国で育ちましたよ。内臓。ん？フリークダン。フリークダン三浦八段。身長16パーです。16パー。嫌いな食わず嫌いはナマコかな。あと内臓系が若干苦手です。食うけど。天の群馬です。今まだ前橋市内だと思います。あ、私は福岡です。ナマコは内臓系が匂いからなのか苦手なんですよね。渋川確か今日行く途中にあどこでしたっけ、地名。アルミに止まりがちかな。景色的にはちょっと止まってそうな気も。FMLE が落ちた可能性もあるな。70ないです。うん、どの70だ。ピース。あ、すれ違う時にってことかな。さすが群馬。いや、なんでさすが群馬がダブるんだ。やった。館林はどこの辺だったっけ。やった。ちょっとチェック。あ、動いてるな。電波。衛星放送。電波。トマトジュース。シモフスキー位置が濃すぎるらしい。うん、あ、火がついてきた。衛星改善遮断。なんとものどかな休日であります。さすが群馬。そうそう、のどかじゃないと。真っ暗配信。これは1週間前の電波です。お前、原住民に拿捕されたか。群馬は携帯も使えないと。よ、今日はお
これもネットもなぜか繋がりにくい、うん、どれもこれか。ああこれで風が今日なければな。どっちしろこの時期に山に向かって走るとこうなのかな。お、繋がってないかな。なあ、そうそう、なんかぐ、まだか、まだダメか。川面です、川面。さすがに止まってないよな。うお、びっくりした。何の音かと思った。今の風の音か。びっくりしたのを後で時間たどれるように意味のない写真撮って。あ、そうだ、デジカメの届け合わせしてなかったな。悲観とバイクと肩が一緒。悲観、いや、ああ。お物は消毒だは別だったかな。まだダメか。基地局が切り替わるまでダメかな。やったー、国定忠治だな。国定忠治、やったー。なんだろう、群馬は盛り上がるんだね。群馬ってだけでもネタに。やったー。あれ、ヒャッハーって今いたところは届いたのかな。犬だ、犬だ。そう、あの馬のキャラクターですね。あれ、群馬ちゃんなのか。お、おお、なんか水路は川の上クロスしてる。やった。あれ、あ、またずれてる。あ、これデジカメの設定がダイヤル勝手に変わってしまうな。お、文次郎はフィクションでしたっけ。水量多いな。落ちたら一発だこんなの。お、風弱くなってきた。ロボさんどうしちゃったの。お、異国かロボ。ロボさんたまに来てますかね。電波取られたか。やっぱ、いやー、おー、動け、動いてよ。足には関わりないことです。でござんす。ダメだな。ロボさん泳いでるんでね。の船越英一郎の先祖は群馬かときに。速度0kbps。もしかしたら止まってるかな。ねえ、わらわら、そこを押して、はい、わらさすが君は動かないのか。もう一度。船越って鹿沼に多いよ。さすが君、真田正幸の先祖は群馬の人だよ。いかん、なら米も送れへん。今ここ順調に進んでる。これは福武書店の呪いという。これは苦しい。よい、ちょっと、おお、通常発信にしました。 FMLE がエラー出るようになっちゃったんで、プライマリーサーバーエラーで。うお、うるさい、うるさい。この風、
この風、何この風、すごい音がしてますよ。タケノコはもう時期じゃないですよね。鍋というわけで FMLE がつなぎ直したらプライマリーサーバーになっちゃったんで通常配信にしました。こっから先はカックンカックンです。超カクカクです。映像もちょっと汚くなりましたね。これでタケノコはなんか蓄積するもんなんですかね。あ、まだ旬。これまたキノコタケノコ戦争か。内紛か内戦か。どこの泣いている。あの両側これで壁ができたんで風が少し弱まりました。まあここだけだろうけど。んなんか声が聞こえるな。ムーバーはもう全面廃止ですよね確か。なんか、あ、後ろの自転車の人が喋ってるのか。じゃあ、川、あ、川魚？作られた道ではあるんだけど。うん、そうですね。いい天気だな。ただ整備されてるけど、もう割とアップダウンが細かくあります。多摩川とか見たり完全平坦じゃないんですね。まあそれまあほぼ平坦だけど。この風でダメージ受けてると。あ、ご飯はもう現地で。今日は自炊はどうだろう、市街地だしな。まあ普通に店に入って食おうと思ってます。今日の昼ご飯は。フライパンは今日持ってきてないです。あの小さい鍋だけ。あ、川の下流。利根川から、ん？どういうこと？ああ、弁当もそうです。でも風が強いからな。あとはまあ配信一旦休憩して、昼ご飯ゆっくり食べるっていうのがいつものパターンなので。前すごい雨が降った時にツーリング中に、もう放送も録画も諦めて、iPhone で写真だけ撮りながら走った日があったんですけど、すごく楽で楽しかった。利根川の源流は今日行くとこっていうのはまだ利根川なのかな。水上のあたりは自転車、そうですね。あの時本当にどこにもなんか支障壊れなかったのが良かったですよ。綺麗に一回転して水路にカポッとはまっただけだったみたいです。この間の修善寺で草も作ってる間にバイクラックにかけといた自転車が落っこちて水路の中にバシャッと落ちて、そう見事に猫のように。あれが落ちてなかったのが残念ですね。いや、買い替えたのは1年前のマウンテンバイクのフレームが半分ひびが入ったからですね。もしかしたらチェックが足りないだけでどっか壊れてるのかもしれないですけどね。ご飯どうしようかな。時間はまだ早いですね。おはようございます。あ、おはようございます。まだおはようかな、時間的には。あー、風が弱くなって楽になった。パナスタンはあれ何年目かな。10年近く経ってあれだから、まあ何がきっかけなのか分かんないですけどね。ん？あ、ドライブイン。まっすぐ川沿いに行けば、その支流のどっかに行けば行けるはず。奥が、そう、整備は本当によくされてますよね。道の駅はどっかあったっけ。あ、走行距離は私全然ないです。あ、牛の匂いだ。どっか牛がいる。ここにいる。ここ行くと渋川に出ますか。渋川は通るんじゃなかったかな。ユタニユタカいるんじゃないかな、知らないけど。今日は誰と合流するんですか。馬だった、旧車か。あ、馬の方でした。
あ、本当だ、馬だ。謎の生物発見。馬、馬。うわ、みんなこっち見る。お前ら牛か。いや、臭いってほど匂いしないですけどね。でも明らかに匂いはわかる。もうちょっと昼飯配信がですね、あの店とかに気を使わなきゃいけなくて、他のお客さんが映っちゃうんで。あ、ちょっと小さいな。まあ。未確認歩行物体。馬、食肉用か、乗馬か。乗馬の馬ですかね、これは。これが軍の馬か。あ、さっきの話し声の人たちだ。学生さんだったのか。軍馬で馬。よっと。これダイヤルが回りやすいな。馬、非常食ですね。ロボさんの放送を見るためプレミアムに登録しました。プレミアム、あ、ありがとうございます。タイムシフト見るためですよね、多分。かっこいい。サラブレッド、店の中はめんどくさいから放送しない方がいいよ。店の、うん、そうですよね。なんて、まあ、あの、サービスのいい。ここは、あ、写真撮る前、写真撮る、ちょっと写真は、すいません、もうちょっと待っていただきたいんですけど。競走馬、どうだろう。そんな手作ってる風に見えなくもないかな。うん、だいら、おお。見てる見てる、こっち見てる。牛みたいに寄ってきますね。あ、なんか噛んでる。慣れてますね。あとやっぱ顔でかいな。なんか、なんてか知らないけど、柵を噛んでる。アホのトレーニングか、あれは。年取ってますかね、これは。私、馬の目見てもわからないけど。なんで噛むんだ、あれ。噛むっていうか、歯で挟んで、あの、柵をちょっと引っ張ってるみたいな感じですね。トモの針、トモってどこだ。トモってどこの部位だ。ロースとかなんかそういう。痩せてますこれ。あ、確かちょっと脂の形が少しわかるかな。北海道に。何掃除なんですかね。馬人気ありますね。毛並み綺麗だな。おお。あ、あの人の、あの人の、あの、レーパーに今、ジャイコって書いてあった。ジャイコ。あれか、なんかあの、漫画家のジャイコのあれですかね。あれですかって、本当に言葉が出てこないな。あと、向こうにいるちっちゃなポニーですかね。ジャイコ、J-A-Y-C-O って書いてありました。まあ、ジェイコなんだろうけど。あのジャイコはどこのメーカーなんですか。どこの国の。ジェイだから日本でいいのかな。ファイナルファイト。なぜファイナルファイト。拙者も助田チータス。あ、のどかでいいですね。そう、さっきから風が弱まって、ね、あの、のどか感が飛躍的に高まりました。ね、あ、気持ちいいな。そうそう、ガイです。初代ですね。あ、ファイナルファイトは2まであったっけ。あと、あの、格闘ゲームにもいろいろキャラクターが流用されてたから、ガイは他のには出たんですかね、ゲームには。カプコンの昔の、あの、ゲームです。ファイナルファイトのエンディングのヒロインの顔がジャイコっぽい火薬。ファイナルファイトはエンディングはどうなんだっけ。靴下落としましたね、前回。靴下落としたの見事に GoPro 撮れてたな、あれ。あー、風がないと楽でいいや。お、靴下落としたのは盛り上がりました。盛り上がりましたね。野球はまあどこ行っても街中だと思うんで、今日は、明日はそうはいかない。ジャイアントコンはジャイコ。あー、なんかペットボトルが捕まってる。ペットボトルとか噛んだけど、あ、また、よっ、おはようございます。
いや、野菜バーですか。野菜バーがスポンサーしてるチームとかあんのかな。よっと、そこのあの滝壺のとこにあのペットボ小さいペットボトルやらアルミ缶やらが捕まってぐるぐる回ってます。あー、見事に向かい風だ。あそこの風力発電っぽいやつ、だるまから水上、あ、高崎だるまですね。そうです、今日はだるまスタートです。そう、繋がってないんですよ。途中で一旦帰ります。で、その後また I'll be back。 ゴミ捨てるやつは一生足の小指を角にぶつけ続ければいいのに。これ前のあのコメントで教えてもらった、なんていうのかな、言葉的にあのひどくはないけども十分相手に威嚇できるっていう、そういう表現でございます。足の小指を一生ぶつけ続ければいいのに。あ、金谷ローズヒルライダーハウスですね。何がこのその言葉、ローズヒルライダーハウスは鹿児島県鹿屋市ですね。前あの近くのクシラっていうところの戦車ゲームの聖地を巡礼した後、あの鹿屋のライダーハウス泊まりました。本当に坂の山の上にありますよね。あれローズガーデンだったかな、近くのバラ園は。おはようございます、町会議行きますか。町会議行かないです。そもそも町会議が何たるものかも分かってません。上にも上だっけ、あれ。あ、花粉症みたいな症状は今なくなりました。吹き続ければ。それもひどいバトンの言葉ですね。おー、回ってる。で、また風が。おはようございます。今通常配信なんで映像はだいぶカクカクで荒いと思います。でも仕方がないので我慢してください。回ってるの分かりますかね、コマ数で。今のコマ数で連休は夏休みをずらしてっていうのがありましたね。前ずらしてっていうか取り損ねてだいぶ遅れたことがある。ガクガクですよね。おはようございます。青、今日は青くないんですよ。残念ながら。ワインディング。走り始めてまだ1時間20分。うん。全くです。FMLE のこのエラーが出続ける現象も詳しければ何か分かるのかもしれないですけどね。ん？科学船体。あ、ここ道の駅か。ああ、ちょっと一瞬今飛ばされそうになった。あと何キロ？ 50 キロは残ってないかな。おお、自転車がいっぱい捨ててある。これ道の駅の裏側ですかね。そう、天気は本当にいいですね。また恐怖でございますよ。わあ、よっと。休憩所、無慈悲な群馬風。道の駅吉岡温泉って書いてある。拾って帰りたいね。おー、拾って。しかし自分が乗ってるからな。あと全部ドロップハンドルだ。道の駅吉岡温泉ですね。じゃあどうしようかな。まあちょい休憩ですね。総額、ジャイアンとあれなんだ、読めない。スコット、あ、スコットってメーカー久しぶり見たな。でも表とか竜巻に注意とかニュースで言ってたね。ボテチア、無用の足湯もあるよ。テチア、足湯ですか。足湯か。柵は何だろう。それのメーカーわかんないな。ディープオイル、
ラピーアー、わからない、なんて読むんだあれ、てか文字が読めない。でフェルト、みんなメーカーバラバラですね。多分仲間内だと被らないようにとか意識もしてますよね、きっと。あ、ジャイアントもう一台あった。ラピエール、ラピエールってのあるんですかね。じゃあちょっとポタファイ持って、うん、やっぱロードバイクはかっこいい、まあ、かっこいいですね。ポタファイ、ポタファイ、よいしょ。自転車ワイデル、ポタファイ持って一応 GPS も持っていくかな。ロボさんのはクロス、鍵は、私のはクロスです。鍵、あ、鍵、うん、鍵か、うん、鍵ですね。バンドーの湯、ボテッキアって言うんですか。な、どこの言葉だろう。そうか、ちょっとだけ、ちょっと今ヘルメットかぶったままなんで中まで入るのはちょっとあれですけど、電波はですね、さっきあの通常配信しました。なのであの電波状況、赤には若干強くなりました。ただ映像は弱い。変なグリップ、あ、私はね、もう昔から使ってるやつです。もうあれ、なりきってしまいました。あっちへライン、とんがった山ありますね。あと戻ってきたら倒れてる可能性はかなり高いな、この風。ヘッドグリップ、私のやつは太陽側のなんだっけ、なんとかスタッドってやつ、なんとか種馬っていう名前のあのバーエンドバーです。お、いいね、空気は、そうですね、今日はよく積んでます。サドルまだ緊張してないです。ロートキング見つからないんですよ。おにぎり、おにぎり、アルナ富士、え、あっち、あれはアルナさん、あんな尖ってたっけ。おにぎりって書いてあるけど売ってない。いいね、塩焼き、よっと、おにぎり、なんだっけ、結び丸みたい。あれ、あ、これ、これが店舗というか売店なのかな。あ、おにぎり、おにぎり売ってない。おー、わかりやすい。おにぎりね、おいしいね、東道にうるさい、東岸店は水沢さんのはず、うどんで有名なとこ。水沢さん、とんがってる。ぐまちゃんかわいい。今日はあ、ぐまちゃん、あれか、早めのお昼、うん、早めのお昼、いや、ちょっと早いかな。あ、ぐまちゃん、今ここは吉岡町っていうところか。猿ヶ京温泉なんかデザインが、あ、カッパ、カッパ、カッパと天狗と、なんかの姫様みたいな感じか。インフォメーションセンターの案内パンフもらいましょう。案内パンフ、あー、ちょっと見てみますかね。でもちょっとこれ今読み上げでかすぎるんですよ。走ってる分にはいいけど。17番、あ、じゃあ途中にあるのか。あれは萌えに入りませんかね。カッパと天狗と、よっと、ちょっと音量下げて、こんぐらいかな、よいしょ。え、わ、誰、聞きどこかと思ったら強かった。ヘキヘキ、でもそれも世代差だと思うんですよね。なんだこれ、よ、パンフレットいっぱい取りますね。私は萌えはですね、抵抗感はあるけど、あくまでそれはあの子供の頃から慣れ親しんだ価値観に抵抗があるだけだと思うんですよね。まあそれはそれで当たり前なんですけど、子
ここまでもう一般化して、しかも今の若い世代はそれ当たり前のものとして育てるわけだから、否定し続けてるといろいろと不便だと思います。というのと、最近先週アニメでだいぶ慣れたしな。そう思ってきて、さっきのあるな、なんだ、確かに人があんまり出てきてないですよね。インフォメーションセンターも人は奥にいるみたいですし、お笑いかな。そうそう、あの後もなんか、なんていうのかな、そのアニメをアニメ推しで今活気づいてるみたいですね。ちょっとまた音量下げて、海底の方も入ってみますか。強風の神出入り口は南側にお参りください。南側ってどっちだ。温泉、まあ温泉施設は大体どこも盛況ですよね。こっちか。そう、ちょんまげで、今ちょんまげで店内に入りました。警備員の人がいたら見とがめられるかもしれない。ん、何まんじゅうこれ。手作りまんじゅう、シンプルだな。吉岡船尾船尾まんじゅうかな。パンもありますね。これはこっちで焼いてあるのかな。お、パン弁当もいっぱい置いてある。味噌ガムですか。コミカル、名産らしいものは見当たらないな。あー、餅あるな。餅、カップスター、あのカップスターなぜ置いてあるんだろう。弁当も安いな、350円って安い。これで350円。ヒレカツ、名物は何ですかね。ちょっとカツ丼弁当も400円、安いなあ。あれで390円安いですよね。セイコマでより安いじゃないですか。いや、セイコマセイコマでいろいろすごいけど、物が、あ、確かに棚ちょっと空いてますね。そうな、旅行中は大体そうですね。あ、大気町だ。北海道大気町との交流経過について。大気町はナウマンとあとロケット関係の施設がなかったっけ。昔のそれ、風車味噌。風車っていうのは風力発電のあれとなんか関係あるのかな。ん？え、消費税還元セール？しかもセールを禁止ってどういうこと？なんかこれというでっかい名物があるわけじゃないんですね。風車味噌舐めながら走るんですか？味噌舐めながら。うん、あ、風車どうですかね。お、小さいサイダーだ。温泉湯上がり堂サイダー、湯上がりサイダーレモン、サイダーレモンって書いてあるよな。サイダーと蜂蜜レモンか。温泉サイダーと温泉蜂蜜レモン。小さいサイダーは結構見たことないな今まで。このぐらいのサイズ。ん？あ、なんてカラカラだったっけ。これ、お、青シール200円。本当、小さいの200円だ。これで200円か。これで200円は安いんじゃないかな。し
かも小粒だから私は小粒の好きなんですよね。じゃあちょっとカメラ下向けて買ってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？あ、こっちじゃないか。反対だ、反対。ヘルメット復帰しました。イチゴ、別にイチゴ特産ってわけではないんだろうけどな。あの、イチゴの匂いにやられました、今。ん？どの声？よっと。音量上げて。芸人さん素敵な声だったね。あ、今のありがとうございました、ですか。これか、足湯。そう、この香りで今。まあ、イチゴ大好きってことでもないんだけど、匂いにやられた。農業特性変わらんしな。農業特性、あ、で作物かってことですかね。これは収穫。では私は今自転車どっち置いてきたっけ。電流はつけるの、あ、またこっちにも足湯がある。あ、下から見えてた、これ足湯だったのか。人が座ってると思ったら。が検査していて、いつも魂奪われる、うん、魂。あと私はイチゴショートケーキが大好きでございまして、まあ、イチゴショートケーキは匂いがイチゴが好きで、味が本体のクリームなんですけどね。クリームとスポンジ。じゃあちょっとつまんでから。足湯、そうそう、足湯が。あの人たち、さっき私が店に入る前からいなかったっけ。というわけで群馬イチゴ200円です。ただこんなに一人で大量に食うかっていうのもありますけどね。実家に帰ったら、そうですね、あの小熊屋金星のケーキ食べられたりしますよ。私の妹の小熊屋。ああ綺麗。ちょっと綺麗すぎて不自然な感じもするな。いちごって本当に表面こんなにツヤツヤなんでしたっけ。ピカピカ。特に水洗いしてませんけど。ああ甘い、甘い。そう、小熊屋洋菓子店でググってください。よろしくお願いします。イチゴ、あんま、ピカピカイチゴ、ありがとう。なんか不自然なぐらい甘い。って書いてあったね、コグマヤ。ロボさんの家の実家のケーキは、うん、スポンジ部分が餅なんだぜ。うちの中餅は使ってないかな。ワックス塗っといた、洗わないと残りはジェムで、うん、イチゴ写真撮った。洗わないとどのぐらいやばいんですかね。シャクシャク、小さい方が食べやすいよね。私小さい方が好きなんですよね。ショートケーキ用に送ってあげれば。ショートケーキ用、輸送費の方がどのだけかかるかと。あとはあのなんだっけ、輸送コストが高いエコ的なあの指針はなんて言ったかな。イチゴはヘタの部分から食べて最後に先端を食べると美味しくない。マイレージなんとかって言ったかな。イチゴ大福にしようぜ。大福買ってきて突っ込むだけですね。あ、そうだ、さっきあの群馬駅じゃないや、高崎駅の成分だけ買ってきた。まんじゅうも食った子ありだ。ああ、そうでしたね。そうそう、うちの妹はあの陶芸もやってまして、昔それ関係でかな。で、まんじゅう食っちゃったらこの先いちごはしばらく口の中リセットされるまで食えなくなりますね。うん、どうか、うん、いちごが全然減らない。まんじゅう怖い、まんじゅう嫌い、まんじゅう怖え。まんじゅう怖くなったら次にお茶が怖くなりましたね。まんじゅう一緒にちょっと口の中入れてみますかね。麦茶で、しばらく経たないと厳しいかな。あの馬にイチゴ食べさせに戻ろう、うん、イチ
ちご大福うまいよな。高崎さ、はい、前に横川行くときに通ったな。横川か。あの峠の釜飯の本拠地がそうなんだっけ。こんにちは。いちごまんじゅうです。大福じゃなくて。おう、アンさんたちはどこだっけ。うーん、あー、やっぱりあんこといちごが一緒になるとあの味がしますね。うん、本当に嫌ないちご大福の雰囲気が出る出る。これで餅は入ってないけど、よっと、もう一口。あんこと、あの、あんこといちごによってあの風味がちゃんと出ます。うん、うまい。あ、そう、シートやばいんですよ。もう前の方が、あ、こっちももうやばいですね。もうそろそろ本格的にダメか。うん、うまい、うまい。とちおとめ、群馬いちごって書いてありますね。いいねで買う。こんにちは。新しい自転車になって1年くらい。変な目で見られた、変な目で見られた。雨の時、染みるでしょ。理想的な補給食だと思う。理想的な。今ここ落ちましたね。あ、今ここ落ちました。ちょっとじゃあ確認。あ、そうか、今ここあれだ。今ここは iPhone この中に置いてきたからだ。マルヒムなのに私知名度別にありませんから。知名度は出ない方がいい。あれ、どこ行った。それはいつものこと。ヘビイチゴはありますか。その日のスリット効果ありますか。スリット多分あるんだと思います。ソロツーですか。ソロツーリングです。よっと、ちょっと待ってください。今ここ落として立ち上げて、よいしょ、これです。これで数秒後に行きます。じゃあ行きますかね。まだ風は強いけど。今日は泊まっていくの。あ、危ない危ない。鍵鍵。うん、今日泊まりです。谷川岳ラズベリーユースホステルってとこに予約してます。で、空気はそこそこは、あの、日が照ってないと肌寒いですかね。日が照ってる中だとちょうどいいです。ソロライフ。食事、いやいや、ちょっとまた昼飯は別に食いますから。でポタファイ戻さなきゃいけないかと。 GPS 戻して、おやつだろ。ポタファイ戻して、そうそう、おやつていうか補給食。谷川だけか。ちょっとそれで一日食いそうですね。いい天気、最高ですね。わら。そう、天気いいですよ今日。ちゃんとこれで給電でき、できてるか。よし。谷川だけ寒いよ。装備重量なんしろない。谷川だけ装備重量はどうかな。荷物だけで10キロはあるか。10キロありますね多分。キーボード。しかもこれでキャンプ装備じゃないんですよ。